デマ・ダーネル・デ・ローザンはアメリカ合衆国カリフォルニア州コンプトン出身のプロバスケットボール選手。NBA のシカゴブルズに所属している。ポジションはガードフォワード。デ・ローザンはカリフォルニア州コンプトンで幼少期を過ごした。コンプトンは全米で最も危険な地域として名高く、デ・ローザンは幼少期より親戚や友人たちの死に囲まれていた。 彼のおじは5歳の時にギャングの抗争に巻き込まれて死亡。彼の親友は17歳の時にサイコロゲームの際に殺害されている。デローザンは幼少期からその高い運動能力でなお轟かせていた。コンプトンで最も有力なギャングの一つであるクリップスでは将来有望なアスリートには手を出してはならないという暗黙のルールがあった。そのため警察や 暴力団同士の構想で多くの命が落とされるコンプトンにおいてデローザンはクリップスの庇護のもとバスケットボール選手としての能力を伸ばしていった。コンプトン高校時代にはその高い身体能力から全米トップ後プロスペクトと評価された。南カリフォルニア大学で1年間活躍した後2009年の NBA ドラフトにエントリーし全体9位で トロントラプターズに指名された。トロントラプターズ時代1年目から主力として活躍し、エースに君臨。5年目となった2013から14シーズンは、自己最高の平均22.7点を記録し、初の NBA オールスターゲームに出場。そして2008年以来のプレイオフ出場に貢献した。2016年のエアカナダセンターで開催された、オールスターゲームにも出場。 2016年3月4日のポートランドトレイルブレイザーズ戦では NBA 新記録となる1試合24本連続のフリースロー成功を記録するなどエースとして申し分のない活躍を見せラプターズをチーム史上初のカンファレンスファイナルまで導いた2016年7月1日ラプターズと5年1億3900万ドルで再契約した 2016から17シーズン開幕戦となったデトロイトピストンズ戦でデローザンは40得点を記録し2003年にビンス・カーターが記録した1試合39得点を上回るラプターズのチーム新記録を樹立2017年1月19日には NBA オールスターゲームにファン投票で出場が決定した 2017から18シーズン2018年1月1日に行われたミルウォーキーバックス戦でキャリアハイ9段最多記録となる52得点を記録した。チームはオーバータイムの末131から127で勝利した。これまでの最多記録はビンス・カーターとテレンス・ロスが保持していた51得点だった。2018年2月18日に ロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA オールスターゲームに先発出場することが発表された。2018年2月1日、1月のイースタンカンファレンス月間最優秀選手に選ばれた。2月2日に行われたポートランドトレールブレイザーズ戦で35得点、キャリアハイとなる6本の 3P シュートを記録、試合はラプターズが130から105で勝利した。 2月24日に行われたミルウォーキーバックス戦で33得点8リバウンドを記録試合はオーバータイムのスエバックスに122から119で敗れた3月7日に行われたデトロイトピストンズ戦で42得点を記録試合はオーバータイムのスエラプターズが121から119で勝利した3月31日に行われた ボストンセルティックス戦で32得点、7リバウンド、7アシストを記録、試合はセルティックスに110から99で敗れた。プレーオフ1回戦、タイワシントンウィザーズの第2戦目で37得点を記録、試合は130から119で勝利した。第4戦で35得点、6リバウンド、6アシストを記録したが、試合は106から98で敗れた。 2018年7月18日、ヤコブ・ポエートル、2019年のドラフト一巡目、指名権と共に、カワイ・レナード、ダニー・グリーンとの交換で、サン・アントニオ・スパーズに移籍した。2020から21シーズンオフに、FA となった。2021年8月11日に、サイントレードで、シカゴ・ブルズへ移籍し、ブルズと3年8500万ドルの契約を結んだ。 年々向上しているジャンプシュートや3ポイントシュートに加え、コービーを彷彿とさせるようなポストムーブ、豪快なダンクも繰り出し、会場を沸かせる。最近は試合を決定づける、ビッグショットを楽々決めるようになってきている。かねてより苦手と言われてきたディフェンスも向上しており、チームメイトをうまく活かす、利他的な面も、デローザンの特徴である。2019年にスパーズに移籍してからは、 プレーメーカーとしての能力をさらに伸ばしている。2018から2019シーズンでは、キャリアハイとなるエページ6.2を記録した。2019から2020年シーズンは苦手な3ポイントシュートの、しなげを減らしたこともあり、ミドルレンジシュートを主体とする選手としては、異例の高確率である、シーズン FG%、パーセント531を記録した。 2019年12月21日のロサンゼルスクリッパーズ戦から2020年1月17日のアトランタホークス戦までの13試合で連続して20得点以上 FG%500 以上という記録を達成した。これはガードの選手としてはマイケル・ジョーダンと並んで同数の記録である。キャリアを通じてレブロン・ジェームズとの相性が非常に悪く、 通算で11勝41敗と大きく負け越している。ラプターズ時代はレギュラーシーズンで好成績を残しながらもプレーオフでレブロン擁するクリーブランドキャバリアーズにことごとく敗戦した。2014年の2014年フィババスケットボールワールドカップにアメリカ代表に選出され優勝に貢献した。NBA オールスターゲーム出場二千十四年二千十六年 2017年、2018年、ありがとうございます。